短編映画ヒロインズは女子硬式野球チーム廿日市サンブレイズを応援する女子高校生がチームの再建に向けて奮闘する姿を描きます。主演は7人組の YouTuber48 です。近くに女子野球をしている方がいなかったんで、まさかその自分が野球をする側になれるっていうのが、驚きと嬉しさがありました。いろんな人たちが力を合わせて何か一つのものを作るっていう、もう大人じゃなかなか味わえない青春みたいなことをできるのめちゃくちゃ楽しみだなと。撮影は11月から宮島や三好市など県内で行われ、来年度上映される予定です。